加賀デタラメシリーズで、先ほどドン・キホーテでね、こちらを買ってきました。罰ゲーム納豆ソーダで、今画面見ていただければ分かりますけど、連弾とこをね、隠しています。で、まあ、ラブイクサって連打が3本あって、その3本を、まあ、連打をやるんですけど、見ないで合計何台いってるのかを当てると。で、これが何だ何だって言って、で、誤差が多かった人の負けで、これを一口飲む。全部当てないんで一口。ということで皆さん、ちょっと罰ゲームが欲しかったらやってみてください。これ吐くよ。吐くよ。